今回はペレスの不振に悩まされているレッドブルについてのお話です。チームの行為が無駄に、日本グランプリの13周目、まるでミサイルのようにヘアピンでマグヌッセンに突っ込んだペレスはピットでマシンを直しコースに復帰したものの、マシンの不調を訴え再びピットに戻り、ホンダの母国グランプリで早々とリタイアしていました。ペレスはその直前にもセーフティーカー中にアロンソを抜いてしまったことで5秒のタイムペナルティーを課せられ、ピットで消火した後にミサイルと化していました。しかしリタイアから20周経過したあたりで再びマシンに乗り込みコースに復帰していました。これはマグヌッセンとの接触により課せられたペナルティーを次戦に持ち込ませないための措置で、コースに復帰しペナルティーを消化した上でリタイアしていました。チームはペレスが次戦のカタールグランプリで頑張れるように考えた上での措置でした。そんな中、ペレスはスプリントでマシンを壊し、決勝では3度のトラックリミット違反が課せられ、スプリントと決勝で計33ポイント獲得したマックスをよそにわずか1ポイントしか獲得できませんでした。つまり日本グランプリでリタイアしたペレスをわざわざコースに送り出したチームの行為が完全に無駄に終わったことになるのです。レッドブルが求めているもの、クリスチャン・ホーナーはこう語っています。我々にとって最も重要なことはダブルタイトルを獲得することだ。我々はそれを成し遂げた。その次の目標はドライバーズタイトルで1位と2位の両方を手にすることだろう。メルセデスには素晴らしいドライバーが2人いて、マクラーレンとフェラーリにも素晴らしいペアがいる。いずれのチームでもドライバー間のパフォーマンス差が非常に近いことがわかる。シーズン序盤は我々も同じような感じだったが、シーズンが進むにつれその状況は変わってしまった。では直近の5レースの各トップチームの2人のドライバーのポイント差を見てみましょう。最もポイント差が小さいのはメルセデスの13ポイントで、次がフェラーリの15ポイント、マクラーレンの22ポイント、アストンマーティンはストロールが0ポイントのため34ポイント差となっており、レッドブルはどのチームよりも多い84ポイント差がついています。昨年のメルセデスは加入したばかりのラッセルがハミルトンを破り35ポイント差をつけていました。フェラーリも前年に加入したサインツがいきなりルクレールに 5.5 ポイント差をつけ勝っており、昨年はタイトル争いをしたルクレールに62ポイント差をつけられましたが、今シーズンは今のところサインツが8ポイントリードしています。今シーズンのメルセデスはハミルトンがラッセルに62ポイント差をつけていますが、2人は常に同じような位置でレースをしているのがわかります。ホーナーはこのことを言っているのです。今シーズンのマックスはカタールグランプリまでの17戦で16回表彰台を獲得しており、計14勝を挙げています。対するペレスは17戦中半分以下の8回しか表彰台を獲得しておらず、優勝は2回、マックスとのワンツーフィニッシュは4回となっています。レッドブルはペレスがマックスの前でフィニッシュすることを望んでいませんが、ワンツーフィニッシュをもっともっと増やしたいと考えているはずです。17戦中8から10回のワンツーフィニッシュ、そしてシンガポールで勝ったサインツ、カタールのスプリントを制したピアストリのどちらかをペレスが抑え優勝していれば、現状の肩身の狭い思いをしなくて済んだのかもしれません。マネージング力の差。かつてレッドブルは2010年から2013年までの第一期黄金時代を経験しています。当時はレッドブルで3年目を迎えていたウェバーのチームメートとしてベッテルがトロロッソから昇格していました。ベッテルは昇格初年度からウェバーを倒し、その後4年連続でタイトルを手にしています。その4年間の2人のポイント差がこちらです。これを見るとウェバーは2010年こそベッテルに太刀打ちできていましたが、その後の3年は全て100ポイント以上の差をつけられています。当時は今よりも3戦ほど少ない年間19から20戦でしたが、これほどの大差がついていました。同じくハイブリッドパワーユニット時代に黄金時代を築いていたメルセデスも見てみましょう。ロズベルグが去り、
ボッタス加入後の2人のポイント差がこちらです。5年のうち差が2桁だった年が2年あったものの、その他の3年は100ポイント以上の大差がついていました。メルセデスはボッタスに対し毎年1年契約で更新しており、適度にプレッシャーをかけつつ5年連続でコンストラクターズタイトルを獲得、ドライバーズタイトルも4年連続で獲得するという大成功を収めていました。ペレス加入後のマックスとのポイント差がこちらです。初年度はいきなり200ポイント以上の大差、2年目は149ポイント、そして3年目の今年は今のところ200ポイント以上の差がついています。今シーズンは残り5戦となっているので、このままマックスがペレスを圧倒し続けると、レッドブル史上最もポイント差がついたドライバーラインナップということになります。レッドブルは昨年のシーズン序盤にペレスとの契約を2年更新しています。個人的な考えですが、この時シーズンを半分以上残した段階での複数年契約が間違っていたのかもしれません。レッドブルのマルコ博士はどのチームの首脳陣よりも一喜一憂するタイプだと思います。これが良い方向に流れることも多々ありますが、逆にレッドブルを苦しめているのかもしれません。ペレスは到底マックスには勝てないという発言を何度もメディアに語ってしまうあたりが、少なからずペレスにダメージを与え、自信を失わせたと言えます。マックスのレッドブルでの歴代チームメイトを見ると、間違いなくリカルドが一番乗れていました。2016年、シーズン序盤に昇格したマックスは、その後のシーズンでリカルドに対し29ポイント差しかつけられず、2年目はフルシーズンで32ポイント差しかつけられず、3年目はついに79ポイント差をつけ勝っていました。この2人のポイント差からもわかる通り、これがトップチームの理想的なドライバーラインナップと言えるでしょう。しかし当然のようにチームはマックスをメインに考えるようになり、契約更新が当たり前だと考えていたリカルドが離脱したのです。ここでももう少しリカルドを立てるような気遣いができていれば、現在に至るまで理想のドライバーラインナップは維持されていたかもしれません。つまりボッタスをなんとか持ち上げ、最高の結果を手にしてきたメルセデスとレッドブルの間にはマネージング力の差という大きな違いがあるかもしれません。育成方針が変わる？これまで何度か動画でも上げていますが、これまでトロロッソやアルファタウリで4年目を迎えた育成出身ドライバーはいません。アルボンの代わりに育成外のペレス、そしてガスリーの後任に同じく育成外のデフリースを獲得したことからもわかる通り、彼らはより完成されたドライバーを求めていると言えるでしょう。特にガスリーの後任として F2 を卒業させたローソンではなく、デフリースを獲得したのがそれを物語っています。今シーズンの初めからローソンがアルファタウリのマシンに乗っていたら、角田裕毅と共にランキングで最下位にならずに済んでいたかもしれません。彼らの中では適切な時に適切なドライバーがいなかったと考えていたと思いますが、見方を変えればレッドブルのドライバーの起用、育成方針がブレているとも言えます。角田裕毅はアルボン以上、レッドブルが最後にトップチームに昇格させたのは2019年のアルボンです。当時のアルボンはレッドブルのマシンに苦戦していたガスリーがいたこともありましたが、デビューからの12戦で5度の入賞、計16ポイントを獲得していました。皆さん、実は角田裕毅は当時のアルボンを上回っていたのご存知ですか？2021年にデビューを果たした角田裕毅は開幕からの12戦でアルボンと同じ5度の入賞を果たしており、獲得ポイントは18でした。つまりタイミングさえ合えば角田裕毅もレッドブルに昇格できていた可能性があるんですよ。現在はホンダとの複雑な関係もあり、レッドブルへの昇格が難しくなっていると思いますが、このまま一度もチャンスが与えられないのであれば、今後の育成ドライバーのモチベーションの低下にもつながるかもしれませんね。日本人 F1 ドライバーがホンダから切り離されて、多くのチームから獲得を打診される時代は来るのでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。